ディック・パウンド、ディック・リチャード・ウィリアム・ダンカン・パウンドは、カナダの元競泳選手、直線弁護士。1978年から国際オリンピック委員会委員。パウンドは、オンタリオ州セント・キャサリンズで生まれ、6歳の頃にブリティッシュ・コロンビア州に引っ越す。1962年に、オーストラリアの西オーストラリア州、パースで行われたコモンウェルス・ゲームズでは、 110ヤード自由形で金メダルを獲得。引退後はカナダオリンピック委員会会長1978年から IOC 委員を務めているほか世界アンチドーピング機関初代会長を歴任。サマランチ政権では二度に渡り IOC 副会長を務めていた。1999年から10年間マギル大学の総長を歴任。現在は五輪。 パラ五輪の放送を統括するオリンピック、放送機構の会長を務めている。1992年にカナダ勲章、1993年にケベック国家勲章を受章。2005年にはタイム選出、世界で最も影響力のある100人に選ばれている。A.B. クリスティ、ジェームズ、リックパウンド S40 万、ページアーカイブ2号デジタル。 ザ・グローブメール、h t t p s w w w z e g l o b e a n d e m a i l c o m スポーツ more, スポーツティックパウンズマイナス -40 万ページアーカイブ通号デジタルアーティクル426万 2587, 2014年10月19日閲覧。ニュートンデビッド・イー、アステロイズドーピングインスポーツエーレファレンスハンドブック。 A レファレンスハンドブック、ABC クリオ、o P198 ISBN 978から16億1069万3134カナディアンアポインテッド・チェアマン・オブ・オリンピックブロードキャスティングサービス CTV 2014年10月19日閲覧ありがとうございます